台風の影響で商品がない。はい、こんにちは。パンダです。台風の影響がすごくて、なんもではないけど、ほとんどね、この神奈川はね、被害がないんだけど、スーパーに商品があんまりないです。特に食料品です。なんかね、食料品みんなね、台風の前に、大量に買って食料品をね、備蓄しようと大量に買って、まず食料品がそもそも少なかったんですよ。で、台風が来て今度ね、なんか各地で被害とか言って、なんか被害があったようで、それでね、今度はそのなんか商品があんまり入ってきてないみたいで、なんだろう、みんながね、買う需要の方がすごくて、商品がないんですよ。本当にもうこんなにね、商品がない状態、僕はね、今まで生きてて初めて見ました。僕若いんでね、若いんでこんなに商品ない初めて見たんだけど、すごくないですか。もう食料品を台風の前からみんな買って、そもそも最初から少なかったのに、さらにね、入るのが遅れてるみたいで、いろんなものがね、少なくなってます。人の欲ですよね。人の欲でみんなね、こう食料品をね、台風来る前から、たくさん買わないといけないっていうことで買って超少なかったところに、さらに台風の影響で打撃を受けた、そういう感じですね。台風の被害的にはね、そんなにねこの辺はないんですよ。横浜は結構ね、都会なんで、なんだろう、こうなんか横浜全体で言えばね、その避難勧告とか出てた地域もあるけど、その都会なんで、ぶっちゃけなんかその田舎とかだったらね、こう孤立しちゃうとかね、そういうことあるかもしれないけど、都会なんでぶっちゃけそんなね、なんか何かを焦るような、そういうところではないと僕思うんですよ。僕東京に住んでたし、東京に住んでてもそうだけど、一番安全なわけなんですよね。なんか周りにね、東京特に一番安全で、周りに高いね、建物とかあるけど、なんかこう木が飛んでくるとかそういうことはないし、なんかこう看板が落ちるとかもないし、なんだろう、結構ね、こうビルとかね、その住宅街とかって結構ね、こうなんか同じように並んでるから、あんまりね影響受けないんですよね。で、田舎の方っていうのはやっぱ山とかね、あって、木がね飛んできたりとかね、なんか建築資材がね飛んできたり、なんだろう、まだ工事中のところとかのね、何かがね飛んだりね、川が氾濫したりするけど、都会ってね、そんなにねなんもないんですよ。だから本当になんもないですよね。そう、特にで、食料とかもね、こうなんか常に供給されるんで、食べ物とかないの本当見たことないんですよね。僕生きてる中でこんなに食べ物がない状態っていうのは初めて見て、いやもうね、すごいなと思いました。本当にね、なんだろう、初めて見ましたね。みんなね、やっぱり食料品とか買い漁っちゃうんで、なくなるんですよ、これが本当に。で、これ人間のね、本当にその考えることっていうのは一緒で、みんなね、こう生き延びようとするわけなんですよ。だからそのためには食料が必要だからね。だからそういう台風とか何かあるような前っていうのはね、みんなね備蓄しようとします。で、そういう傾向にあります。で、台風のね、この辺であんまり台風の被害っていうの全然聞かないんですよね。都会だからね。一応ね、なんであんまり聞きませんね。うん。ということで、まあこのね、今まで初めて商品があんまりないっていう驚きを今日は動画でしました。台風の話ちょっと初めてしたんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。